細書き重視の方は 0.5、 滑らかさ重視の方は 0.7 を押します。皆さんこんにちは、りんいすけです。今回紹介するのはペンテルから2021年の10月13日に登場したこちらのエナージェルブラックカラーズコレクションを紹介していきたいと思います。今回こちらがですね 0.5 のものを購入したんですが、ペン先のサイズはこちらの 0.5 と 0.7 の2種類ございます。こちらはですねセット販売のものを購入しましたので300円 ×6 で1800円となっているんですけども、単品で購入することもできます。通常のエナージェルが200円プラス消費税で購入できるので、今回のブラックカラーズコレクションはちょっとお高めな価格設定となっています。ちなみに公式サイトを確認したところ、会心も販売していまして、1本あたり80円プラス消費税で売っていますので、中身だけ交換してより経済的に使うこともできます。とりあえず先にデザインを見ていきたいと思います。はい、ということで並べるとかっこいいですね。なんか台紙のようなものが入っていまして、こちらは取れるようになってますね。はい、デザイン的にはこういった感じになっていまして、若干この辺とかかすれ傷がありますね。アップで見るとこういった形になっていまして、後ろのシールの部分で色を確認することができるんですけども、表のペンチグの部分で確認することもできますが、割と消えやすそうな印字がされています。アップで見るとこういった感じのデザインになっていまして、ラバーグリップとその他はプラスチックのような感じで若干チープ感がありますね。ノーマル版のエナージェルと比べるとこんな感じになっています。極限までシンプルさを追求したブラックボディにマットな質感を加え洗練された印象にということで、とても落ち着いた色味になっているんですけども、お値段が300円ということを考えるとちょっと高いような感じがしなくもないですね。それではノートを使って色見本を作っていきたいと思います。エナージェルの特徴なんですけども3つございまして、まず1つ目が滑らかな書き心地、2つ目が筆跡の速乾性、3つ目が濃く鮮やかな筆跡ということなんですけども、特徴はですねホームページから引用したんですけども、弱点もございまして、インクがですね水性染料インクというものを使っていますので、耐水性は水性顔料インクと比べると若干劣ります。こちらにメモ用紙を用意したんですけども、水をかけるとですね、若干ですがにじみが見られるので、耐水性を気にされる方は水性顔料インクのボールペンをお使いになった方がよろしいかと思います。ちなみに裏面はこんな感じですね。水につけてしまうと裏抜けしてしまいます。それではノートを使って書いていきたいと思います。はじめにブラック、クリムゾンブラック、ボルドーブラック、チャコールブラック、インディゴブラック、最後はオリーブブラック。はい、ということでこんな感じで書くことができました。アップで見るとこういった感じになっていまして、正面から見るとパッと見みんなブラックのように見えるんですけども、ちょっと角度を変えると色味がはっきりと見えるような感じで、学生や社会人などどなたが選んでも問題ないような感じの色味のボールペンです。今回購入したのがですね 0.5mm のニードルチップというものなんですけども、今回発売したブラックカラーズコレクションが 0.5mm 芯と 0.7mm 芯の2種類なんですけども、 0.5 についてはニードル型、 0.7 については砲弾型ということで、ペン先がこういった感じで違いますので、細書きがお好きな方は 0.5、 滑らかさを重視する方は 0.7 をお勧めします。ただですねエナージェル自体とても滑らかなインクですので、どちらを購入しても滑らかさを享受できますので問題ないかと思うんですが、個人的にはですねニードル型の 0.5 の方を押します。今回この中で好きな色を選ぶとすると、非常に選びにくいんですけども、4番目のですねチャコールブラックが一見黒に見えるんですが若干青みが感じられるので、この中で選ぶとするとチャコールブラックが一番好きな色です。ただですねアクセントを加えるとすると2番目のクリムゾンブラックが結構赤みが強めですので、大人っぽい雰囲気かつちょっと変わった色がお好きな方はクリムゾンブラックを選んでも面白いかと思いました。ちなみに裏抜け裏写りについては全く問題ないです。はい、ということでこの動画は以上になります。エナージェルのブラックカラーズコレクションが登場したのでレビューしてみました。ペン軸がですねとても落ち着いた感じの色味で、表面がこういった感じの印字、裏面も地味ながらもそれぞれの色がついていますので
とてもシンプルにまとまっているデザインのボールペンだと思いました。エナージェル自体とても滑らかさを含め完成度の高いボールペンなんですけども、耐水性は水性顔料インクと比べるとやや劣りますので、指が濡れたシーンで書くことが多い方はあまりおすすめはできないインクですね。通常のエナージェルと比べるとお値段がですね少々高めになっていますので、購入する際は注意してみてください。それではこの動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。